FC の2024シーズン新体制発表にお越しいただきまして誠に、ありがとうございます。今日はですね、もう交流カップは、始まってるんですけれども、リーグの、開幕も、控えておりまして、今シーズン新たに加わった新加入選手の紹介など、コンテンツ盛りだくさんで、進行していただければ、していければと思いますので、よろしくお願いします。今日進行を務めます渋谷市 FC の畑野と申します。今日一日よろしくお願いいたします。では早速第1部の新体制発表からスタートできればと思いますが、まず初めにですね、代表の小泉より挨拶をします。皆さん、こんばんは。すごく堅苦しい雰囲気になってしまっていると思うんですけど、楽しい感じしたいと思いますので、皆さんリアクションでかめに準備していただければと思います。昨年ですね、僕たちは東京都1部リーグ3年目の挑戦ということで戦ってきたんですが、最後の、本当に最後の1試合で、勝利を逃してしまい、東京都1部残留という形で、今年も東京都1部リーグを戦うことになっております。残留したにもかかわらずですね、その後、多くの、スポンサー企業さん、パートナー企業さん、よりこう強化、サポートいただいたりですとか、後ほど、説明がありますが、素晴らしい選手たちが集まってくれてですね、今年こそ関東2部リーグに昇格するために、素晴らしいチーム作りができたかなと思っております。引き続きのサポートに心より感謝をしております。初めてこのクラブに関わってくださった方もいらっしゃいますので、僕らが今年何を目指して1年間戦っていくのか、簡単にご説明をさせていただきます。昨年はですね、東京都1部リーグ19チームがあったんですが、初めてですね、東京都のリーグが優勝することができました。ただ、この東京都1部リーグから関東2部リーグに上がるこのタイミングがですね、非常に J1 までの道のりを見ると難しいタイミングでして、東京都1部リーグで優勝したとしてもそのまま関東2部に上がれるわけではなく、埼玉と神奈川、千葉というのは、要は関東の他県の上位チームがみんな集まってきてトーナメント戦を行います。そのトーナメント戦で16チームが集まるんですが、3回連続で勝利をし、決勝までいった2チームが関東2部リーグに昇格する。伝わってますかね。去年、なので東京で1部リーグで優勝したんですが、そのトーナメント戦に出て1回戦、2回戦勝って、もう最後の1試合ですが、この試合勝てば昇格という試合で、負けてしまいまして、もう僕人生で初めて膝から崩れ落ちるっていうのを自分で経験したんですよ。今年は、今年こそはこのトーナメントですね、勝ち切って関東2部リーグに昇格するという、もう本当に唯一の目標ですね。すごくシンプルです。もう本当に全試合勝って関東2部に昇格するというところが、分かりやすい目標になっています。今ですね、実はこのリーグ戦とまた別で天皇杯につながる東京カップという試合が行われてまして、昇格についてちょっと昇格と関係ない動画を伝えてですね、こう勝ち上がっておりまして、次がですね、日曜日、南葛 SC、 キャプテン翼の高橋先生が横断を務める南葛 SC と戦いになってまして、これもですね、勝ち上がるとJリーグのチームと対戦できるすごく貴重な機会なので、ここも全力で、向き合って今チーム作りしているようなところです。次のスライドでリーグ戦のスケジュールを初めてここで発表させていただくんですが、ちょっとまたここでややこしくてですね、この天皇杯をの予選、東京カップを今週末南葛で勝つとですね、3月24日にまた東京カップの試合が入るので、リーグ戦の開幕は、4月7日に、なので今週末皆さん清瀬でちょっとアクセス悪いんですけれども、試合の会場に来ていただいたりとか、YouTube ライブ配信を見ていただいて、勝ったか負けたかによって、ちょっとこのリーグスケジュールも変わってくるんですが、ぜひ、リーグ戦の方、楽しみにお待ちいただければと思います。ホームゲームがですね、最初のホームゲームが4月29日、渋谷区スポーツセンターでありますので、ここはもう皆さん、ぜひ、ぜひというか、もうマストで来ていただいて、応援していただければと思います。また、スポンサーパートナーの皆様には、メールですとか、SNS で、これらスケジュールはご案内できると思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ちょっとこの後もいろいろコンテンツが続
続いてますので、僕からの挨拶を簡単にご覧いただいて、とにかく、堅苦しい雰囲気にはなってますが、盛り上げて、楽しんでいただければと思いますので、本日一日、よろしくお願いします。ホームゲームも既に3試合決まっておりまして、7月の29日、6月30日、9月15日と決まっていて、もうちょっと増える可能性も、ありますので、ぜひ皆様、このホームゲームはぜひお越しいただければなと思います。では、続きまして、ここからはですね、チームディレクター、兼執行役員の田中裕介より、2024シーズンの強化方針についてご説明をさせていただきます。皆さんこんばんは。執行役員の田中裕介です。僕の仕事はですね、チームを強くするために今年から外のチームから選手を取ってくるという編成の方を、携わらせてもらいました。監督の松島と共にチームを強くするために一人でも多く選手を呼ぶということをしてきました。すいません、ちょっと緊張しちゃってちょっと資料を見ながら説明させていただきます。すみません。昨年ですね、東京都は優勝したものの関東大会勝てなかった、原因として3つ、挙げさせてもらいます。1つが、得点力不足。渋谷 CFC はですね、失点が10という形ですごい少なかったんですけども、2位の FCN という昇格したチームはですね、得点が64、それに比べて渋谷 CFC は43、約20得点近く差を開けてしまったんですね。そういうところでやはりまず得点を取るというところが一つで、二つ目、プレッシャーがかかった試合でのプレー、関東大会負けたら終わりというプレッシャーの中で、何の選手が本来力を発揮できたかというところを、見直したところ、やはりちょっと少なかったなというところが、フィードバックになりました。三つ目として、年齢バランスの偏り、平均が 24.9 歳ですかね、昨年が。大学卒業の選手を主に補強したんですけども、そこでちょっとこうチームが若すぎたかなというところを、3つ課題として挙げさせてもらいました。まあ、その中で、今年また新たに3つ編成を、作っていく中で資料を次お願いします。はい、3つあります。1つが点を取れる選手の獲得、得点力、サッカーというのはフォワードの選手がやはり一番得点を取るんですけれども、そこで点を取れる人の獲得というところを、1番、2つ目、さっきの主力メンバーの残留、昨年はですね、28人の体制だったんですけども、その中で約半分、15名程度ですかね、残留して残りの12、3名を入れ替えるという形で、行っています。で、3つ目が上位カテゴリーが獲得で、まあ、いわゆる J リーグというトップリーグから、4名、東京都の我々がいるカテゴリーよりさらに上の JFL 地域リーグのところから、6名、計10名の獲得に成功しました。この後ちょっと新加入選手が、登場してもらうので、1人ずつ、紹介をさせてもらえればと思います。はい、ありがとうございます。では、新加入選手に登場して、いただければと思います。新加入選手の皆さん、よろしくお願いします。選手の皆さん、全員横断幅で前に一人ずつ入れていただいていただけると。では早速一人目から参りましょうか。はい、選手と映像っていうのを用意させてもらったので、順次説明をしてもらいます。ゴールキーパー1番、木村正弘、どうぞ。はい、JFL のティアマニアカタという大阪のクラブから加入してもらいました。地元は渋谷出身ということで、まあ、待望の選手ですね。はい、で、先週行われた東京カップ PK 戦でも2本セーブ。パレーシュ試合の映像とともに自己紹介をよろしくお願いします。はい、
紹介もあった通り、大阪の、新ティアン枚方っていうチームから来ました。小学校と中学校を、そこにある時山町小と広尾中を卒業して、来ました。本当に地元のチームが、地元にプロを目指すチームができて、すごく僕も、新キーパーの方がいて、このチームに加入できました。僕はキーパーなんで、少しでも、チームのピンチを防いで、関東昇格に向けて、力を尽くしていきたいなと思います。続きまして、ゴールキーパー16番高島幸四郎、身長がですね、192、見ての通り非常に大きい選手です。で、彼はですね、入団する前に僕の方に手紙をですね、書いてきて、ぜひよろしくお願いします。若いのにかなりしっかりしてる選手だなという印象を持ったのが印象的でした。はい、よろしくお願いします。はじめまして、昨シーズンはブリオベッカ・ウライスっていうウライスのチームでプレーしてました。チーム満了になってどうしようかなと思った時に、最初に声をかけてくれて、一緒に戦わないかって言ってくれたチームが渋谷シティ FC でした。で、サッカーできる環境を与えてもらって、で、今はヌースポンサーの大中さんで働かせてもらってます。渋谷のためにできることは何でもやるつもりです。関東昇格の戦のピッチには僕が立てるように、この間めちゃくちゃ活躍しちゃってチームはめっちゃ嬉しい、チームが勝つことはめっちゃ嬉しいんですけど、正直ちょっと内心複雑でまあでも本当にいいライバルが次紹介もある杉田選手もそうですけど、いいトレーニング詰めてるので、この調子で頑張っていきたいなと思ってます。今シーズンよろしくお願いします。はい、続きましてゴールキーパー17番住田圭介、 J リーグの J3 FC 琉球からの加入となります。 FC 琉球ではですね、6年間にわたり選手会長を務めるという人格者になります。住田、よろしくお願いします。はい、はじめまして、J3 の FC 琉球から加入しました住田圭介です。このクラブで、新たな挑戦をできることに非常にワクワクしています。最高の景色を、皆さんと一緒に見れるように日々頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。続きましてディフェンダー3番渡辺直樹、渡辺はですね、本日怪我のため欠席となるので、大学の方よろしくお願いします。はい、渡辺直樹選手からは、すみません、怪我のため、今回欠席なんですけれども、コメントをいただいております。ティアの平方からお願いしました、渡辺直樹です。後日、関東昇格を目指せるように、熱く戦いますので、皆様応援のほどよろしくお願いしますと、コメントいただいております。本日欠席になりますが、よろしくお願いします。一応、プレッシュも乗せております。スピードが得意。そうですね、守りの選手なんですけれども、すごい攻撃センスがあって、キックが得意な選手ですね。身長も184センチあるので、空中戦にも強い選手だという、この選手になります。はい。かなりのナイスガイですね。続きまして、ディフェンダー13番、佐藤壮太。JFL のティアモ・ヒラカから加入となります。で、このプチ情報にある通り、とにかく足が速い。試合の時に GPS のデータをつけてるんですけども、チームトップの時速33キロというのは J リーグの中でもかなりトップクラスのスピードを誇る選手なので、一言お願いします。 FC ディアの平方から加入した佐藤壮太です。今シーズン渋谷 TFC で戦うことを決めました。入って2ヶ月ですけど、本当にたくさんの方を支えがあって、今素晴らしい環境でサッカーができているということに日々感謝しています。で、サッカーやってるんですけど走る方が得意ですたくさん走ってチームの勝利に貢献できるように一生懸命頑張ります。そして関東昇格も必ず成しております。
続きまして、ミッドフィルダー18番、大沼月希。東海1部リーグの FC 刈谷からの加入となります。大沼選手は攻撃的なミッドフィルダーの選手で、特に前線にパスを供給する選手。昨年の課題の一つとしてミッドフィルダーからのパスの供給というところがあったので、そこの部分に期待して補強という形になりました。一言お願いします。皆さん、はじめまして。FC から確認しました。本日も渡しています。この渋谷という街に、このサッカークラブが生まれて、とても魅力を感じて、この渋谷市でサッカーをすることを決めました。まだ入って2ヶ月ぐらいですけど、このチームがすごい大好きになったので、このチームの昇格に向けて頑張りたいと思います。続きまして、ミッドフィルダー2番、宮崎希は J2 のいわき FC からの加入となります。で、宮崎選手はですね、僕自身がアジアの岡山という J2 のクラブでプレーしてたんですけども、その時にチームメイトとして一緒にプレーした選手です。彼のすごいストロングなところも、知っていたので、今回オファーを出させてもらいました。昨年はちょっと怪我の部分があったんですけども、怪我さえなければ間違いなくチームのためにプレーをできるというところを期待して加入をしていただきました。今日は一言お願いします。こんばんは。筋トレが大好きな岩木 C から加入しました宮崎清原です。ミッドフィルダーです。今日は皆さんとたくさん交流ができればなと思っています。よろしくお願いします。ちなみにすみません、この今、静止画になるんですけども、黄色いチームが J1 班ですね、のセンターバック、当時プレーしていたのが今の監督の増島達也だったんですけども、ということで、現役時代に対戦している選手と、またこういう形で再会という、ちょっとプチ情報ですね。はい、続きまして、フォワード99番、伊藤裕太、東海1部 FC 刈谷からの加入となります。伊藤選手はプチ情報に書いてあるんですけども、八度追いという言葉があって、どういうことかというとですね、前から前線から守備をするんですけども、普通1回行って終わりな選手が多い中、8回を追い続けられるという、要は運動量がすごいという選手になります。はい、伊藤選手、一言お願いします。こんにちは。SC 刈谷から加入しました伊藤豊です。自分のプレースタイルは八度追いっていうところが得意なんで、渋谷の八個に負けないぐらい有利なものだと思います。このチームで関東昇格したいと思います。応援よろしくお願いします。続きまして、フォワード88番宮本拓也、 J3 バンラーレ八戸からの加入となります。宮本選手はですね、今回この編成にあたる中で一番最初に僕が興味を持った選手の一人で、まずこの体格183cm85kg という、ストライカーとして申し分ない体格を持っているんですけれども、シュートが非常にうまいんですね。でそういうところはすごい今のチームに足りないなというのを思って、今回オファーを出して獲得につながりました。で、あだ名はクマということで、クマ一言お願いします。こんばんは。J3 のバンラーレ八戸から来ました宮本拓也です。日本の名前の通りクマって呼ばれてるんで、皆さんどうぞクマってください。八戸から渋谷に来て、本当に環境も180度違いますし、少し困惑していますが、本当に早稲田大学の先輩であるレジェンドの渡辺和真さんと一緒にプレーできるということを本当に嬉しいですし、喜びをかみしめながら、関東昇格ということを目指してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、最後10人目、フォワード39番渡辺和真、 J3
J3 松本山田 FC からの発表となります。渡辺選手とで僕はですね、横浜マリノス時代に、約15年前ですかね、同じチームで、プレーをしてました。まあ、その中で彼の持っている能力、得点力ですね、先ほど言ったチームの課題というところに一番当てはまる、それを解決するのに当てはまる選手、 J リーグでも100点以上取っている選手は歴代の15人程度しかいないというところ、かなりそういうところで期待をしています。渡辺選手、一言お願いします。皆さん、こんばんは。縁あってこの渋谷 CFC に、加入することになりました、渡辺和夫です。クラブの目標である、関東昇格に向けて1年間戦っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。一番現役時代に一緒に残っているゴールシーンは何ですか、渡辺選手。いやー、難しいですね。一緒に残っているといえば、一番最初にゴールを決めた、はい、1年目で開始3分で点取った時は、未だに覚えてます。そこ、ユースケさんのアシストじゃないな。どうだったっけ。ユースケからも、はい、何回かアシストしてもらってるので、覚えてはいますけど、はい、それよりも、はい、1年目で開幕戦で開始3分で取ったのは、今何やっぱり分かりないなと思います。はい、またこういう形で一緒に共闘できるのですごい嬉しく思います。以上となります。いただきまして、反対フォトセッション、一軍撮らせていただきますので、ぜひ皆様写真に収めていただければと思います。表情硬いです。笑ってください。新客店の皆さん、笑ってください。いい笑顔で。なかなかそんなにカメラ見えることないと思います。皆さん、大丈夫そうですかね。はい、ありがとうございます。では、新客店の皆様、ありがとうございます。では続きまして監督の松島達也よりご挨拶申し上げます。こんにちは。今シーズンも監督を務めさせていただきます松島達也です。昨年は皆さんの期待を胸に、昇格戦まで行って残り1勝というところまで行ったんですが、なかなか受け入れることが難しい結果になってしまって、心の整理がつかないまま昨年のこのパーティーで皆さんの前でお話をしましたが、まあ、その時に皆さんがまた頑張ってほしいと期待しているという言葉を受けて、私自身ももう一年ちゃんと自信を持つ気持ちになりました。で、映像を見るのはなかなか苦しくて、見れなかったんですが、まあ、しっかり映像を確認したところやっぱり自分たちに隙があったなと気持ちになりました。で、その紙一重で上がれなかったところを今年はしっかり埋めて、紙一重のところを自分たちで見つめ直して、より一層自分たちでトレーニングしようということをミーティングでも話して、そのためには今まで通り OK だったところは OK じゃないし、惜しいで終わったら同じ結果が出るしというところで、アンパス一つにしてもシュート一つにしても自分たちでこう高く意識を変えようということをミーティングで話して、今1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と来ましたが、本当にいいチームになってきました。で、また期待してくださいっていうのもあれですが、とにかく結果で皆さんに、今年は期待できるね、去年以上に点取れるねって思ってもらえるような試合運びをしていきたいなと思います。なかなかね、簡単にいかないのはサッカーです。で、力の差も出ないし、再現性が難しいと言われているこのサッカーで勝つっていうのは本当に難しいと思います。で、シビアシティに対しての注目度も上がってきて、で、シビアシティをどうにかして砂をつけてやろうというチームが多分去年以上出てくると思うんですが、まあ、このチームに勝つ力はあると思うので必ず勝って、この今年の
12月に笑顔で皆さんと今度は嬉し涙を流せるように、優勝報告会、昇格報告会ができるようにチーム一丸となって頑張っていきますので1年間よろしくお願いします。では、続きましてですね、もう皆さん投票カップで腕章を巻いているので数々お気づきかと思うんですけれども、今シーズンキャプテンに新たに就任しました、土田直樹選手、そして、今シーズン新たに、選手会というものが、発足しまして、選手会の会長を、務めることになりました水野智弘選手にご覧いただきます。よろしくお願いします。ではまずはじめにキャプテンの土田選手の挨拶をよろしくお願いします。こんにちは、今シーズンから、キャプテンを務めさせていただきます土田直樹です。去年は本当に僕自身も悔しい思いをしたし、皆さんも、悔しい思いをしたと思います。今年こそは、絶対に昇格できるように、今も日々トレーニングに励んでいますし、頼もしい仲間も増えて、いろんな方々に期待されている選手もいると思うので、結果で恩返しできるように頑張りますので応援の方でよろしくお願いします。これまでキャプテン経験はあったんですか？中学時代と大学時代にやっていました。どんなタイプのキャプテンだったんですか？まあ、前に出て出しゃばるとか苦手なのでプレーで引っ張っていきたいと思っています。ぜひ皆さん、北選手のプレーをご視聴いただきたいと思います。では、続いて水野選手、今回、選手会会長に就任しましたが、ぜひ解説の評価よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。渋谷シティ FC 2年目になります、水野智弘と申します。日頃よりですね、本当に渋谷シティのご支援と応援の方をご覧いただきましてありがとうございます。東京とリーグながらこんな素晴らしい環境でサッカーをすることができておりまして、選手全員ですね、充実した日々を送らせていただいているのも皆さんのおかげだと思っております。本当にありがとうございます。で、そうですね、私事なんですけれども、サッカーをしながらですね、株式会社アトライという組織力を向上を目的としたですね、エンゲージメントを向上を目的とした、BBOX というようなサービスをですね、営業をしておりまして、その関係もございまして、組織づくりというところに大変興味関心を持っております。でそんな中ですね、小泉代表と話をしながらですね、選手会というものを今年より発足させていただきまして、初代会長としてやらせていただくことになりました。もちろん関東昇格というものは目標、チームの全員の目標として置かせていただいているんですけれども、将来ですね、渋谷シティ FC がもっとでかいクラブ、ビッグクラブになるためにですね、その土台作りというものを、柴監督とスタッフと選手全員でですね、作り上げていければなと思っておりますので、今シーズンのご支援引き続きよろしくお願いいたします。早速、昨日か一昨日ぐらいに選手会の会合が開かれたっていうのをちょっと小耳に挟んだんですけど、どんなことを今話したんですか？はい、見ると。そうですね、まず選手会が、何のために発足されたのかみたいなところの認識合わせみたいなものを、フロントスタッフの方と、選手会4名でやらせていただいているんですけれども、その6名の頭を揃えたっていう形で。大体ビビスの選択の話をしてました。なんか夏日が合わせてこんな話がありますね。はい、お二人ありがとうございます。ではですね、そのまま、お二人が、着ているユニフォームとトレーニングウェアの、お二人パートナー様のご紹介をしたいと思います。まずは、2024シーズンのユニフォームの、パートナー様のご紹介と思います。昨シーズンから引き続きですね、ニューエラ様に、お二人サプライヤーを込めていただきます。そしてユニフォーム正面には株式会社フォーチュー様、鎖骨の左部分には株式会社ファーストパートナーズ様、パンツ前面部分には株式会社日本ワークス様、須田選手後ろを向いていただければ、
続きまして、背中の上部分にはエズサポート株式会社様、パンツ後ろの部分には株式会社ノット様が2024シーズンのユニフォームパートナーとして一緒に働いていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。トレーニングウェアのご紹介となります。こちらもユニフォームと同様、ニューエラ様にオフィシャルサプライヤーを務めています。まず正面部分、胸部分には東急グループ様、株式会社ミライズワークス様、パンツの前面には株式会社伊藤屋様、株式会社更新プランニング様、ヒットロール株式会社様、株式会社リバーズ様、水野選手、後ろを見てください。続きまして、背中部分には、税理士法人リス様、株式会社一歩様、株式会社ヨミテ様、株式会社ティップレンス様、株式会社カーペディエム様、株式会社 LTC パートナーズ様、特定非営利活動法人グリーンバード様、特定非営利法人365分の1様が掲示されております。以上、2024シーズン掲示されますトレーニングウェアパートナーとなります。皆さん本当に、いつも温かいご支援ご声援ありがとうございます。またトレーニングウェアに関しましてですが、今後株式会社エース様の左下コース部分に掲載予定となっております。よろしくお願いいたします。ではお二人ありがとうございました。では、新体操の娘を成功としまして、会長山口よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは、渋谷市警視会長の山口でございます。皆さん、新体操発表会、楽しんでいただけたでしょうか。そして、新シーズンに向けてですね、ワクワクしていただけたでしょうか。期待高まるシーズン開幕前のイベントということで、我々としては皆さんにぜひ胸を躍らせて、シーズン開幕、リーグ開幕を待ち合っていただきたい、そういう思いでこのような場を設けさせていただきました。新外選手10人のご挨拶含めですね、やや急ぎ足の会になってしまったかもしれないですけれども、その理由はですね、私が今日結婚記念日で早く夜帰らなきゃいけないわけではなく男子でなくですね、第2部の方で選手、スタッフと直接皆さんに触れ合っていただけるような、そういった時間をご用意させていただいておりますので、この後もお時間の許す限りご参加いただいて、直接選手、監督、スタッフと、パートナーさん含めて今シーンを語っていただければと思っております。さて、まずはですね、リーグ開幕に先立って行っている東京カップ、今週末で南葛、C さんとの試合です。古くから渋谷市 FC、少し東京市 FC でしたが、応援いただいている方は、南葛さんといえばですね、我々のクラブが法人化をして、実は一番最初に戦ったクラブが南葛さんなんですね。その時我々はクラブをいよいよ会社にして、当時、阿部翔平選手という後ろ契約第1号の選手を獲得して、勢いよく南葛さんを倒すんだということで、ぶつかりに行きましたが、結果はまあ3対0の完敗でございました。でその試合はですね、試合内容自体も正直完敗だったんですが、それ以上にクラブとしての何というか格の違いのようなものを感じました。スタンドを見ると南葛さんのファンの方、サポーターの方が大勢埋め尽くされていましたし、現場レベルにおいてもスタッフの人数、いろいろなものでクラブとしての差を感じました。その試合意気込んでいたからこそな部分もあったかもしれないですが、負けた悔しさだけではなくて、そのクラブとしての格の差のようなものを感じてですね、まず僕自身も涙がこぼれていました。僕はですね、泣き上戸の小泉、社長の小泉とは違ってあんまり子供がいれば泣かないたちなんですが、まあ、それでもまずこぼれてしまうぐらい悔しい思いがありました。まあ、だからこそですね、今週末非常に大事な大一番になって、選手というスタッフはですね、南葛さんに対して胸を張り、そしてあわよくばというかもう何としても勝つつもりで準備をしていますが、勝利を確認をすることは、選手そしてスタッフの力だけでは難しく、
おそらく大勢のですね、南葛サポーターが来場されるかと思いますが、まだそのピッチ外で南葛さんに負けないように、ちょっとアクセスとしては遠いところではあるんですが、ぜひですね、京成内山グラウンドまでお越しいただいて、熱いサポートをしていただけると嬉しく思っています。そして、もちろん今週末も大事ですが、我々にとっての一番の目標は、今シーズン関東昇格ということです。リーグの開幕は先ほど小泉からお説明させていただいたように、3月24日、あるいは4月の頭ということで、まだ不透明な状況ではありますが、今シーズンはクラブにとって設立10周年となるメモリアルイヤーということも相まって、何としても悲願の関東リーグ昇格を果たしたいと思っております。関東リーグ昇格のためにはですね、昨年の上積みベースに加えて新たな力が必要だということで、本日皆様にご挨拶をさせていただいた、新戦力を補強しました。実はですね、新戦力の補強には、田中裕介が中心となって、補強を進めていくわけではあるんですけれども、年内のタイミングでですね、一定の補強の、目処というか、今の段階のメンバーでも、もう十二分に関東昇格を目指せるというぐらいの戦力をですね、今年はかなり早くから動いたこともあって補強ができていました。しかし、そこから年には年をということで、さらなる新戦力選手の、獲得をして戦力の上積みを図って、所長の小泉と私はですね、クラブの予算も管理しているので、いやいや頭も痛いなという思いもありつつもですね、もうそこをとにかく本気の、補強をして、クラブとしてもしっかりと予算を達成して、なんとかこの10周年をいい形で終えたいと思って、本当にもう選手、スタッフ、フロント全員覚悟の上で今シーズンを迎えています。そんなシーズン、松島監督からもありましたが、そうここまで準備はしましたが、そう簡単に目標を果たせるものではないと思っております。今日お集まりいただいたパートナー、スポンサーの皆様、そしてファンサポーターの皆様、サッカー協会の皆様、本当にこの渋谷市 FC ファミリーのコミュニティのですね、力総出で、関東昇格に向けて一緒に戦っていただければというふうに思っております。皆様、2024シーズンどうぞよろしくお願いします。今シーズンも熱く熱く熱く戦ってください。よろしくお願いします。